神奈川県川崎市に暮らすこちらの親子。はい、入ってください。いいよ。家の中を見せてもらうと、ここが一番広くて、こういうふうにこうなんかコンセントとかベローンって出しちゃって、あー壁ってこういうふうになってんだ中身って感じですよね。壁を壊したのは小学3年生の伊藤健くん。実は発達障害です。夏になってるんだ。タオラオジョナオナオナ。発達障害は生まれついての脳の障害。さまざまな症状がありますが、健くんの場合は行動や興味に偏りがあったり、コミュニケーションや言葉に発達の遅れなどがある自閉症です。あ、ほら、やっぱりこう気持ちが言葉でうまく表せないので、ガンガンって感触で家のいろんなところに穴が開いています。伝えたいのに伝えられない、分かってもらえないっていう苦しみだとは思うんですけど。たけるくんが発達障害と診断されたのは3歳。その時の母親あやさんの気持ちは、孤独感がすごくて、なんか世界中でこの子と二人ぼっちになっちゃったみたいな、治るのか治んないのか分かんなかったし、なんていうんだろう、自分がね健常の人としての人生を歩んできて、その方法しか生きていく術を知らないから、この子の人生どうなっちゃうんだろうとか、犯罪者になっちゃったらどうしようとか、最悪のパターンばっかりを考えちゃって、親としてどうしたらいいのかもう訳が分かんないし、ショックと信じたくないっていうのとの葛藤と絶望と悲しみとみたいなのは、あったかな。その後、本やインターネットで発達障害について必死に勉強したあやさん。たけるくんを子どもの発達を支援する塾や厳しい幼稚園に通わせ、なんとか遅れを取り戻そうとしたといいます。障害児の母親物語、なんか母親の責任感なのか罪悪感なのか、スパルタ教育すればどんどん言葉が増えてみんなとのレベルに追いつくって、私がさえ頑張れば追いつくって信じたかったっていうか、なんか思い込みっていうか、なんかこう切羽詰まってた感じはありましたね。あやさんが抱えていた子育てへの焦り、しかしあることがきっかけでその焦りは徐々になくなりました。他の自閉症のお子さんとかお母さんとかと触れ合うこともすごい増えたので、もう最近うちの子壁に穴開けちゃって大変でとかって言ったら、うちも3、4年生ぐらいはすごい大変だったけど、もうあとこれちょっとぐらいすると全然変わるから大丈夫よとか言ってくださって、なんかこの苦しみが永遠に続くわけじゃないんだみたいな、漠然とした不安は解消されていくっていうか、やっぱりなんか誰かの言葉で救われることの方が多いし、人の中にいるっていうのは大事だなと思います。今あやさんは発達障害をこんな風に考えています。発達障害って発達していく上での機能障害っていうことなんですけど、略してあるだけなんですけど、だからってね欠陥人間っていうわけでも全然ないし、それはだから背が高いか低いかとか、目が悪いか目がいいかとかだけの違いと全く同じで、発達障害の人、発達障害じゃない人の違いもそんなになんかどっちが優劣っていう問題じゃなくて、ただの特徴っていうだけだと思うんですよ。それを活かせるか活かせないかは全部、発達障害の人でも健常の人でも幸せに生きられるかどうかは自分次第だと思います、考え方次第というか。一方、発達障害は見分けるのが難しいケースがあります。診断名がはっきりせず悩んだ母親もいるのです。原智子さんと小学2年生の息子の宗介くんです。宗介くんは3歳の時、医師に
発達障害の疑いがあると言われました。しかし5歳までの2年間症状が分かりにくかったこともあり、診断名がはっきりしませんでした。とも子さんはその期間がとても苦しかったと言います。もう言うことは聞かないし、まあ、言葉が通じないというか、もう宇宙人なわけですよ、うん、もう衝動性なのかな。だからもうあれが欲しいと思ったらもう力ずくでも取らないといられないし、もう本当に車のところも飛び出していっちゃうしみたいな。あとはその病院ですよね。病院でその眼科に行っていろいろ見てくれるのに、もう椅子には座ってないし、なんか先生がこうかざすやつが欲しくてしょうがないしみたいな。でダメだよダメだよって言っても言うことを聞かないっていうのを先生が見てて、親のしつけがなってないでとうとう説教されるわけですよ、親が。はいって聞きながら、本当親子で泣きながら帰ったりとかしたり。自分のしつけができてないと思い悩んでいたとも子さん。しかし宗介くんが発達障害と診断され、悩みはなくなったといいます。さらに発達障害と診断され、自治体などのサポートも受けやすくなりました。とも子さんは1年ほど前から発達障害児が放課後に集まる支援施設に宗介くんを通わせ、得意分野を見つける時間にしています。私がもっとちゃんとしつければこうはならなかったのかなみたいな、みんなに迷惑かけるとかそういうこともなかったのかなって思ってたのが、こういう診断名ついて、あ、この子の特性なんだって、まあ、生まれ持ったもので、まあこういう子なんだなっていうのが、なんだろう、しっくりきた、開き直ったというか、もう本当にそのままの彼でいいんだなじゃないけど、隠す必要もないし、ね、彼は彼なので、そのまま皆さん受け入れてくださいとも子さんに今子どもの発達障害を悩んでいる母親へメッセージをもらいました。ずっと親がついていられるわけじゃないので、学校とかも、まあ、困るのが、ね、本人なので、まあ、オープンにすることですごい自分も楽になるし子供も楽になるというのは、周りの人がサポートしてくれる、とても楽になると思いますので、一人で悩まずにぜひいろんな人に声かけてみてください。